動や運搬のインフラが発展していないシステムを簡単には使わない。このハンマーが並ぶアフリカの食料問題さえも解決できるはずだ。これはこのハンマーガーで世界を一つにする。食料不足による争いをなくし、食を通して民族が憎しみ合うのを防ぐ。パッシブアメリカーナーならぬ、パッシブハンバーガーナー。パッシブハンバーガーナー。光るフェイスの奴は社会によってアメリカ帝国主義からの解放を目指すが、俺の考えは違う。正面から反発しても無駄な争いを生むだけだ。それより世界が一つになってこそ本当の意味で全ての民族が解放されるはずだ。長年アメリカの寄生虫として生きてきた俺が言うんだから間違いない。このケミカルバーガーこそが民族解放バーガーとなるだろう。民族解放バーガー。さて、店のイメージも一新したいし、新しい名前も考えなくちゃな。悪いがじいさん、また後で。ついに完成したぞ、じいさん。俺たちの科学力を総動員して真のうまさを追求したハンバーガー、名付けてケミカルバーガーだ。この色は一体？すごいのは色だけじゃない。食ってみてくれ。さすがにこれは。どうした？確かに添加物はたっぷりだが、世界各国で認可されているものばかりだ。ちょっと食べたぐらいで死にはしないぞ。そうか、